こんにちは、Gです。ラズベリーパイ OS 64ビット版がやっと公式版になりました。多くご要望いただきましたので、0から64ビット版をインストールします。日常使いできるよう修正やアプリの導入も一気に行います。また今回は最高のパフォーマンスが出せるよう GRAM の導入を試します。初めての方でも分かりやすいよう丁寧に解説したいと思います。64ビット版イメージは画面のサイトからダウンロードできます。もちろんラズベリーパイイメージャーからもインストールできます。1月28日版が最新で、どこからのダウンロードも同じ内容のようです。ここではラズベリーパイイメージャーで SD に焼きます。Choose OS でラズベリーパイ OS Other を選び、ラズベリーパイ OS 64ビットを選択。 SD を指定してライトボタンをクリック。終わったら SD をラズパイに挿して起動。初期設定画面が表示されますが、これは極めて簡単です。カントリーでジャパンを選び、適当なパスワードをタイプ。 NEXT ボタンを押していけば完了です。以降のインストールなどのコマンドはすべて説明欄に用意しています。よくわからんという方でもコピペで大丈夫。初期画面です。日本語入力ファイテックスモズクが標準でインストールされてるんですが、正しく動作しません。クロミウムも英語表記のまま。これ本当にしょうもないことですが、リスタートすると正常動作します。クロミウムも日本語になります。こんな感じで設定変更もできます。次はいつものオーバークロックです。正直ラズパイには必須ではないでしょうか。ターミナルで画面のようにタイプ。文末に画面の文字列をタイプ。アームフリーケンシーは2147までは大丈夫ですが、温度上昇を考えて2000程度がベストと思います。 2GB モデルの方は GPU メモリーを128に変更します。正しくオーディオ出力できないのもここで修正しておきます。画面の文字列を探して修正します。コントロール O で保存、コントロール X で終了してリスタートします。サウンド出力がデフォルトで AV ジャックなので、 HDMI 固定にしてしまいましょう。サウンドアプレットを右クリックしてデバイスプロファイルを選択。 AV ジャックをオフにすると出力先が HDMI だけになります。好みもありますが、クロミウムより少しだけ CPU 負荷が軽い Firefox をインストール。ターミナルで画面のようにタイプしてインストール。このままだと英語表記なので、 Firefox を起動してハンバーガーアイコンからセッティングスを開きます。ランゲージの Set Alternative をクリック。セレクトはランゲージトゥアッドをクリックして、ジャパニーズを選び、アッドボタンをクリック。 OK ボタンで日本語になります。ついでに YouTube の自動再生を有効にしておきます。プライバシーとセキュリティを選んで、許可設定の自動再生の設定ボタンをクリックして、すべてのウェブサイトの規定値を
音声と動画の再生を許可にします。私の環境では VLC が不安定なんです。なので動画再生にはセルロイドがおすすめです。ターミナルで画面のようにタイプしてインストールします。GRAM とはメモリーの一部をディスク化する、早い話ラムディスクです。ただしデータを圧縮して読み書きするので見かけ上のメモリーが増えたかのように振る舞います。もちろん圧縮解凍で CPU を消費しますが、 SD にアクセスしてキャッシュするより格段に高速です。私の場合 4GB モデルなので日常使いでメモリー不足はないんですが、大きなデータを扱う際のレスキュー的な意味で GRAM を導入しました。ラズパイの GRAM 実装は古くから情報があるんですが、古いものしかない。いろいろ試しながら現行システムに合わせて実装してみました。インストール用スクリプトは画面の URL の SST 備忘録さんが公開されているものを使用しています。ではターミナルで実装します。はじめに画面のようにタイプしてスクリプトをダウンロードします。ホームの階層に gram.sh というファイルができてるはずです。続いて画面のようにタイプしてパーミッションを変更。テキストエディターで gram.sh ファイルを開きます。 gram0/disk-size256 を検索して画面のように変更します。保存してファイルを閉じます。画面のようにタイプしてこのファイルを必要な場所に移動します。次に画面のようにタイプしてサービスを登録。画面のようにタイプして GRAM を有効化します。以上で設定は終わりです。動作確認のため画面のようにタイプします。ローディッド、アクティブになってますね。画面は GRAM を導入していない場合の HTOP です。GRAM 導入後を比較するとメモリー値は変わらないのにスワップが512メガ増えてますね。 GRAM 導入の効果のほどは利用状況によります。4GB 以上のモデルで通常仕様だとあまり恩恵はないでしょうね。ブラウザーで試してみましょう。ターミナルで HTOP を表示しています。Firefox と Chromium 両方で動画再生します。720p 再生でサウンドはハモってしまうのでミュート。
CPU 使用率は各コアとも60から 80% くらい。メモリーはまだ2ギガ以上余裕があります。スワップも発生していないので、この利用状況では導入効果はないようです。ご覧いただきありがとうございました。知人の話なんですが、工事依頼があり、現地でなんと死体発見。すぐに救急車を呼んだんですが、電話口で蘇生措置をと言われ、でも冷たくなってるしできないしとパニック。救急車到着するも死体は乗せられないそうで、すぐにパトカーを要請。第一発見者になって仕事にならなかったそうです。ご冥福を。合唱。ではまた次回。